はい、モデビュー3続きからやっていきたいと思います。ただいま2年目の6月ですね。2年目も半分まで行ったってこと？半分は行ってない、嘘ついた、ごめんなさい。3月までだったわ。12月で考えちゃってた。でも早いね。ビジュアルはこの感じでまだ行こうと思います。なんか髪型もね、もっと種類があったらなと思うんだけどね。ショートカットとかにはちょっとしたくないからね、あんまりね。なんかロングで可愛いのが、でもなんかもう一個ぐらいはあった気がするんで、またちょっと頃合い見て変えようかなって。さあ、俊介くん初登場、マジ？マジ？って。パステルカラーで夏を先取り。まあそうね、先取りしていきたいよね。はい。パステルカラーのボトムスとサンダルを使ったコーデなんだけど、スカートかパンツ、パステルカラーでしょ、多分スカートの方がいいと思うよ。で、絶対そうだよね。大丈夫、自分の首絞めたみたいになってないよね。パステル、パステルのスカートね。なんか私が思うパステルって、あ、こういうことなんだよね。うわ、でもこれも良くない？あ、これもいいね。なんかロングスカートあんま使ってないから。うわ、どっちだろう。こっち使いたいかも。なんか全体的にパステルでいいんじゃないかなって私思ってる。なんか淡い感じでいこう。なんかね。そうなってくると困るのは上半身だよね。あ、待って、このシリーズかわいい。かわいくないですか？こういうのもあるのね。あ、でもこれはちょっと違うよねって。まあまあまあ、チェックね。かわいいね。意外とかわいいの多くて困るんだけど、これは違いますね。無視しましょう。ああ、まあまあ、あり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 。全然あり。いや、でも最初のやつ使いたいな。結局こういうの好きなんだよな。だいぶいつものゆうたちゃんからはイメージチェンジじゃないですか、これ。ってなったら、バッグか。このバッグを初めて使う気がする。でもこれは？うわ、ねえ、待って、中見えるタイプ。これね、いいんじゃない？これで。夏先取りでしょ？絶対これだよ。わ、かわいい、これ。緑にしな。で、イヤリング、イヤリング。淡い色がいいよね。あ、かわいいかわいい、これにしよう。うわー、ちょっと小物弱いですね。じゃ、これでいきましょう。夏先取りです。はい。完璧でしょうよ。これも完璧よ。え、かわいく、あ、すごい。スカートの広がりがすごかったね、今ね。ただ、どういう写真になるかだよね。こういうポーズがいい。せっかくカバン持ってるわけだから。はい。あー、なるほどね。ちょっとおちゃらける感じね。まあまあ、あり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 。まあまあ、そうね。この表情が確かに一番いいかもね。アイス溶けてますけど。パステルだったら青色とかのが可愛くない？絶対そうだと思う。何もエモくないけど、エモつけとこう。はい。何も決してエモくないよね。だから溶けたアイスの置くんだったらさ、なんかそういうのをもっと置きたいよな。
けたアイス。かき氷。夏先取りっていうかもう夏じゃん。もう夏だよねこれね。うん、夏です。はい。いや、バックがいい仕事してますよこれは。余裕な感じがかっこいい。まあね、余裕だよね。うん。待って、もうすぐフォロワー4万人いくよ。ランク上がりそうですね。はい。さあ、今月はね、どうしようか悩んでるんだよね。なんかその、メンズたち攻め立てるよりも、ちょっとガールズそろそろ行った方がいいのかなって。なので、とりあえず、ゆめちゃん行こうか。ゆめちゃん行こう。はい。ショッピングをしていると仕事終わりの夢と遭遇した。ゆうた先輩って。夢はニコで楽しそうだ。何かいいことあった？わかります？実は今日愛花先輩と撮影だったんです。もう最高でした。愛花先輩おしゃれでかっこよかったな。一緒にお仕事できるなんて夢みたい。なんだか夢もおしゃれがしたい気分。あ、まあいいけど。夢と洋服屋にやってきた。このスカート愛花先輩っぽくてかっこいい、買っちゃおう。うん、そうね。好きなの？愛花先輩に憧れてモデルになったんです。なるほどね。え、私は？私のこと憧れてモデルになる子まだ。ね。3年目になったら現れるかな。なんかちょっと憧れられてないもんね、誰からもね。寂しい世の中よ、ほんと。まあ、しょうがないわね。ペーペーだもんね、まだ言うてね。はい。2年目なんでまだペーペーよね、全然。ちょっとペーペーなりに頑張ります。はい。私のペーペーの言い方さ、イントネーションがペイペイだよね。大丈夫？洗練されたおしゃれを楽しんで。え、洗練されたおしゃれ？はい。ストライプのトップスとパンツを使ったクールコーデ。え？クールね、余裕だわと思ったけど、ストライプのトップスって時点でちょっとクールから離れません？気のせいですか？大丈夫ですか？ストライプのトップス。これじゃない？これにします。これにして何？パンツなの？そこはスカート使わせてよ。ねえ。そしたらさ、もう分かる人もう若い子分かんないかもしれないけど、ねえ。これにしたかった、これにしたらほら完璧じゃん。ねえ。地球上の男は何人いると思ってんのって言いたかったのに。ああ、パンツか。これならギリギリ遠くから見たらさ、ほとんど同じようなもんじゃない？ダサいな。ちょっとおダサだよね。いや、まあでもまあこれにするは短い方がいいもんな。これにするは。で、ってなったら靴はもう絶対に、え、なんか、まあ、これか。これにして、生足出した方がいいんだろうけどね。いろいろ限界かなと思って。そうだね、こんなんつけて、まあ、いい女でいきましょう。いい女でね。うん、よし。で、小物いります？ちょっといい女小物いらないと思う。なんか大丈夫？私はいいと思うんだけどね。パンツなのがちょっと本当に、これに関しては司法が悪いよね。司法が悪いとか言う。司法が悪いよね。うん。もっとうまくやれたと思う、私。でも司法がね、これでいいって言うから、パンツにしなさいって言うから。
まあ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 、まあ、問題はこっからよ。私ね、できれば下半身映したくないのね。あー、洗練されておしゃれ楽しんで、うん、まあ確かに洗練されてるよね、されてるんだけど、やっぱあれだよね、毎回1個はこうするよね私ね。え、こうじゃない？結構煽ってる感じでいいよね。これにします。完璧。私お得意の文字はなんか、まあ、横に入ってんだけどね文字。文字じゃないっていう決して文字ではないんだけど、えっていうえっていう表情ね。ちょっとやっぱりなんかこの宣伝されたおしゃれを楽しんでっていう文字の入れ方でもおしゃれだよね。こっちの方がいいと思う。髪色と合うよね。まあそうね、あとはまあ表情も割と完璧なんだよね。視線もうちょっと下げます。そうだね、ハイライト見えた方がいいよね。もうじゃあこんな感じで、はい、いいでしょうよ。ちょっとあのもう私だから古いけどね、やってることはね、だいぶ本当に。あー、次の仕事でいけそうかな。4万人次があれか、あの YouTube ねそっか、俊介とレイゴってまだ上げなきゃいけないのか、パラメーター。そっか、アイカちゃんいっとく。困ったな、パラメーター上げ2個やんないといけないから。急遽モデルが欠席になったからと連絡が入り、休日だった、休日だったんですけど私。はい、彩香ちゃんとね、はい、こんにちは。はい、本当にプロ意識が高いからゆうたちゃんも食べることがたくさんあると思うわ。はい、スタジオに用意した洋服など2人が思う着回しコーデを数パターン選んで、センスが問われるね。頑張ります。うん、してないです。なぜか私、愛花ちゃん相手にはちょっとあの、なんだろうね、強気に出ようとしちゃうんだけど、負けないわよっていうね。すごくかわいいし、おしゃれ。カメラマンちょっと適当じゃない？愛花ちゃんはハイセンスだわ。なんか、私だってハイセンスよ。ほんとに。私でしょ？これよ。なんだかとても意外だわ。あいかちゃんの声と真逆だけど、ゆうたちゃんの声でもすごくいい。誰でも手軽に取られて、しかも可愛い。でしょ？そうなのよ。おしゃれなのよ、私って。そうなのよ。ライバルですから。本当に良かった。彼女、着々と成長しているよね。そうですね。ほら。地味なスタンプ地味なスタンプいただきました。まあ褒められたから、褒められたからいいことですよね。さあ、編集部に行って、でもどうしよう。なんかおしゃれにしたいよね、次のは。テーマ変なのやめてねっていう。そこだけ強く言いたい。だって、俊介登場だよ。ね、ロングスカートを使ったモノトーンコーデ。はい、勝ちです。モノトーンコーデですよ。私が得意とする。ね、勝ちました、誰よりもおしゃれになろうね。モノトーン、モノトーン。で何、ロングスカートが強制でしょ、今スカートなんだみたいなね。
これか、これか、これか、これ。これ使ってみようか。これ使ってちょっといい女を演出してみよう。ね。私、いい女なのっていうね。そういうこと言うからね、あんまりいい女じゃなくなっちゃうんだけど。でも、いい女なのっていうね。いい女は何を着るのかしら。でも着れるのこれだけなのよね。悪いじゃない？モノトーンってか真っ黒だけど。よかった、あの足に白入れていくわ。そしたらモノトーンでしょ。ギリ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 よ、ほんとギリギリ。いや、なくていいかな。バッグいらないでしょ、だって仕事だから。分かった、アクセとか白にしていこう。そしたらちょっとはこうつけよっか、こういうの。あ、いいじゃないのよ。ほらほらほら、白つけちゃって。メガネかけると殺意高めになるの、何なんだろうね。え、だいぶ殺意高めじゃない？なんか、いや、でもいいな。なんかさ、ちょっとほら、そのなんていうの、 YouTube みたいなもんじゃない。だからちょっとこうメガネとかして、なんかこうオフ感をね出していこうかなって。やっぱあのキメキ、いつもキメキメじゃね、またダメかなって。大丈夫これ本当。大丈夫かな、ゆうたちゃんね。あ、来たよ、俊介くん。爽やかでかっこいいね。撮影現場でもいつも礼儀正しくて真面目なんですよ。しかもなんと俊介くんとゆうたちゃん幼馴染なんだってね。小学校の子の話をする。いじめっ子から自分を持ってくる。そんないじめられたの、逆に。俊介くんに優しいかっこいいエピソードだね。なんだかこういう場でやると照れるな。二人は本当に仲良しなんですね。それではまだまだ俊介くんの素顔に迫っていきたいと思います。俊介くん初登場。てか意外なんだけど、そんなエピソードあるんだ。今日も一段とラブイネ、ラブイネ、ラブイネ。やったしいですよ。あ、新しいショップがオープンしました。来た。これがロリータ系かしらね。はい。今日の収録お疲れ。今日も疲れた。アルミの様子が少しおかしい。疲れてるんですか？声出しちゃったか、ごめんね、新聞が来ちゃって。前に話したかもしれないけど、私島に住んでてさ、今も毎回仕事があるたびに島から通ってるんだよね。島での暮らしは好きだよ。でも最近仕事が忙しくなってきて、少し体力的にきつくなっちゃってさ。なるほどね。引っ越しな、もう。無理だよ。やっぱその仕事量が少なければいいけどね。その頻繁に仕事があるんだって、もう、だって、移動の時間もったいなくない？なんか、ねえ、かわいそう、大丈夫かしら。あ、桔梗パイセン。愛花ちゃんいたけど、ちょっと、ね。元気出しなよ。彼もきっと振り向いてくれるって。噛んじゃったごめんなさい。あららら。よくないわね。じゃあ全然平気だよ。私初めてのドラマで緊張しちゃって、うまくセリフが言えないです。後輩女優。カタカナで書くと面白いな。ナチュラルに演じなさいって。ね。優しいね。パイセンは違うわ、やっぱり。ゆうたちゃん来てたんだね。発言現場どうだった？いい勉強になったかな？そうね。すべてがそうね。ゆうたちゃんが選んでくれたコーデのオーディションに受かって、お礼いただいた。ありがとうございます。BL いただきました、BL。そういう意味じゃないんだけどね。BL いただきました。はい。
やっぱさすがパイセンだよね。うーん、ちょっとお店も行かないといけないし、ちょっと先寄っていこうか。お店よ、正しくオープンしたところ寄ってテレビ局行く。それで行こう。80万円持ってる、私全然使わねえから、お金、まあ、取りまたらしくオープンしたところだけチラッと見ていきましょう。チラッと、何があるだろう。ここだよね、ここだよね、そうだよね。あれ、エレガント&レトロ系のアイテム、あれ、え、待って、この世界ってもうロリータって概念ないの、あんまり。あ、へえ。てっきりなんか毎回そういうのが最後に来るからあれかなと思ったけど、違うんだ。あー、でも結構好みなのありそうじゃない。とりあえず適当にカート入れとくね。最悪適当に入れとくとかいう、なんか使えそうなものは全部入れとけみたいなね。インナーまあ何でもいいのよ。問題はね、ここから見ていきたいのよ、ちゃんと。あー、使うね。あー、使うね。使えるね。これとかどう？結構なんか、色味的に、なんかテレビの仕事とかで、使えそうっちゃ使えそうじゃない？でも意外となんかさ、ポップ系のやつとかばっかり要求してくるからな。なんとも言え、うすごくない、なんかこれ攻め攻めだね。こういうのも持っといて損はないかな。とりあえずこれをじゃあカート、これ20個までなの、ちょっとあれだよね、100個ぐらいにしてほしいんだけど。一気に買うからって。スカートね、スカート、日常使いしたいなっていうようなタイプのスカートは少なめですね。これ欲しい、これちょっと日常使いしたい。難しくない、でも相当むずいと思う。まあ、出た、このシリーズ出た。ああいうのもちょっとうまく使いたいですよね。難しいけども、パンツはな、なんか何でもいいって感じだよね。いろんな色を入れとけばそれでいいですよ。さっきましたよ、私ワンピース結構大事だと思ってるから。例えば前回の動画かな、前わかんないけど、なんかポップのワンピースとかあったらいいよねって言ったけど、ポップってワンピースないんだよね。そう、買いに行ったんよ、買いに行ったんだけど結局なくて、ああってなったんだよね。ああっていう。かわいい、大人。やっぱゆうたちゃんって結構大人ですから、大人ウーマンですから、こういうのはね、持っといた方がいいですよ。なんだろう、アウター、こういうの私マジでうまく使えないと思う。形的にむずくない？これ冬使うわ。靴ね、靴もいろんな色あった方がいいんだろうな。これが絶対欲しいのをまず優先しちゃうね。やばい、尺かかりすぎてるからちょっと急ぎます。ソックスさんはね、うわこれすご、見えないけどすごいから買っとくね。バッグ来ましたよ。うわ、来た、やっとこのバッグ。欲しいなと思ってたんだよね。これも。あ、いいね。欲しいと思ってたのが全部ある。買っちゃうよって。やばい、20マジすぐなんだけど。はい。で、小物も見ていこうか。まあこのシリーズね、なるほど。買うだけ買っとく。すごくないこれ、すごくない、全種買っとこう。なんか尋常じゃない感じでいいよね。そうだね、あとなんだろう、
ああ、手袋はなあ。スタバ新商品。スタバの新しいやつ出てる。今の部分で聞いたら本当に、本当のスタバかと思うよね。いや、安いよね、このなんかお店の価格帯。なんか大丈夫と思う。まあじゃあこんなもんでいいですかね。結構買いましたよ。まあ今日のちょっとテレビ、可愛いテーマであってほしいな。私がとか、モノトーンとかにしてほしいな。だいぶ可愛いものをね、仕入れましたから。さあ行きますよ。どうだろうね。ポップな声でお願いって言ったらもうまたかよってなるよね。毎回まあ、まあ、そうね、毎回一回はポップあるもんな。ロケでしょ、ロケだとポップはないな。うん、さすがに。はい、縁結びスポットに量産型コーデ。てか待って、このゲームで私量産型ってワード聞くとは思わなかったんだけど、大丈夫量産型って。まあ、まあ、量産型、うわーどうしよう。もうなんかブリブリにすればいいってことだもんね、量産型って。偏見だけど、量産型これ着てるでしょ、絶対着てるよ、これ着てる、うん、確定です、うん、量産型はね、あ、いいじゃない、意味もなくこんなつけちゃおうか、量産型ですから。あー、これはな、絶対これだ。いやーすごい、どうしよう、見て、危険、近寄るな。はい、いいのこれね、嫌われるって。これでテレビ出たら絶対嫌われる。こんにちは、なんかゆめちゃん無難な服着てる。これゆめちゃんの人気上げるための企画。はい、はい、フォローしつつ、うん、あ、いいじゃない。でもゆめちゃんのやっぱ服かわいいな。うらやま。他のモデルとレベチだね。ほんとに絶対ほんとかな。ゆうた先輩。ゆめ初めての進行でちょっと、だからゆめって一人称やめた方がいいだよ、ほんとに。ね、大丈夫かしら、ほんと。若いうちだけよ、一人称自分の名前で許されるのは。本当に年取るとゲームオーバーだからね、本当気をつけて。ゆめちゃん多分私って動画可愛いと思うんだよな。桔梗パイセンいけるんだけど、行くか、最後桔梗パイセンで終わろう今日。まさかのだよ。はい、ボルダリングにやってきた。リアルにボルダリングはないですね。うん、いや、しんどそうだなと思っちゃって。ゆうたちゃんの番だよ、頑張って。ゆうたちゃん、そう、負けないで、登りきるのよ。あ、よかったよかった。自分に負けたくなくて、うん、負けず嫌いとか大好き、負けず嫌いです。どうも。ゆうたちゃん怒ってるよね、今の表情。なんか大丈夫。まあいいね、ポーズありがとう。筋肉痛、走った筋肉痛。ハッシュタグ、ちょっと待ってよ、これ難しいな。出ないのよね、このね、予測にね。
ハッシュタグ表情管理、立ちつ立ちつ立ちつ、ハッシュタグ表情管理、終わってる終わってるでしょ、だってこれ絶対終わってるもん。もっとあったよね、表情ね、笑顔とかね。なんであんな真顔なんだろう。終わってるなぁ。さあこれでまた暑い暑い夏が来ますよ。はい、何この画像。ね、何あれ。はい、編集部多くね。編集部まみれなんだけど、そんなもんなのかな。はい、梅雨が明けたと思ったら毎日暑いわね、ほんと嫌よねって。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。ちょっと着替えとこうかな。うん、はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。